私がゲーム業界入りする最大のきっかけはファミリーベーシックに触れたことです。これが実機あるんです。これファミリーベーシック、今見るとキーボードがとっても小さいんですね。これ1984年6月ファミコン登場から1年ぐらい後、なんとファミコンをドッキングすることでファミコンをゲームパソコンとして使えるという仕組みのものです。この実機は、この白い部分を自分で塗装しています。なんて綺麗なんだ。この白い部分ってファミコンと同じで経年劣化で黄色くなってしまうんですよね。これでもう安心。そして、このファミリーベーシック、こっちにラムが入ってるんですけれど、このプログラム容量がたったの 2KB です。つまり 0.002MB ぐらい、およそ2000文字を打てば文字がいっぱいになってしまうぐらいです。当時としてもあまりにも小さい。だけれど、ファミコンの特性を生かした非常に良い機能を持っていました。これ久しぶりに立ち上げてみます。ちょっと見たいですよね。動くかな。はい、つけます。よし、動いた。動いてます。じゃあ早速、キーボードのボタンですね。私はファミリーコンピューターです。ファミリーベーシックではありません。まあ実際この最初に必ずこういう風に名前とか聞いてくれたりするんですよね。あーでもキーボードが、あー今見ると小さい。うわあ、どこ打っていいのかよくわかんないぐらい小さいです。あなたは正弘桜井さんですね。ええ、そうです。開始してください。ゲームベーシックにしますか。ここでこんにちはって出てますね。それやるとどうなんだっけ。試しにやってみよう。はいはい、こんにちは。はい、お元気です。そちらこそ30数年ぶりで、本当にお元気していたようで、いや眠っていたようで何よりです。指示通り動作をしています。まあこんにちはって言っただけですけどね。占いをしますか。したいけど長そうだからいいや。とりあえずベーシックを早く紹介しないといけないですからね。占いはやめましょう。忘れちゃったの。ま、イニシエの6502だから、いろいろポーンコロコロって落ちていってもしょうがないですけれども。あ、思い出した。コンピューターらしくない振る舞いですね。プログラムもそうやって消しちゃわないようにしてほしいですけれども。ゲームベーシックにしましょう。はい、了解。ゲームベーシックを開始します。どうやるんだっけ。まあ1、はあ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 、そうでしたね。 HU ベーシックっていうのはハドソンが絡んでいるベーシックだと思うんですけれども、これなかなかすごい機能がありましてね。HU ベーシックのファミコンカスタムみたいな内容でして、いろんなスプライト制御機能がついているのが特徴です。ちょっとやってみましょうね。うわー、押しにくい。これで出来上がり。たったの6行のプログラムですけど、これを実行するとこうなります。まあ、これファミリーベーシックのごくごく基本的な、プログラムだと言えるんですが、このムーブ命令というのが結構すごくって、キャラクターをこんなに簡単に動かせてしまうという。一応解説しておきましょうか。まず10番20番はスプライトをつけたりとか、CG をつけたりとかいう、まあ普通にエンゲル係数みたいな、必ずかかるところです。4、これで、0から7まで、N に足しながら NEXT までループをします。この Define Move っていう命令が、Move 命令のキャラクターを定義するところですね。もう一回走ってください。この N、 つまりこれは0から7まで移動するんで、スプライトというところ、0というのはこれマリオになっています。例えばこれを1にするとレディーになったりする。ちょっと色が変ですが、
N プラス1っていうのはこれ方向です。つまり0から7で、ベクトルを 1,2,3,4,5,6,7 と、8と、方向を見分けてます。これスピード、これは移動距離、これなんだっけな、優先順位かな、BG が前とか奥とか、あとこれがパレットだと思います。これを2番とかにすると、あ、正しいレディの色になりましたね。いろいろなキャラクターのプリセットというのがあって、それをごくごく簡単に使えるというのがやっぱりミソですね。なんて言うんでしょうね、本当にパソコンでプログラムを最初から設定したとしたら、こんなドット絵を描いただけでもうすでにこんなプログラム量というのは超えちゃいますからね。しかも、マリオに戻してよく見ると0か、パレットを0にして、あ、1番ってルイージカラーだっけ、そうだ、うん、マリオブラザーズの頃のルイージカラーですね。顔が黄色い。こういう、上に登ってるものははしごを掴んでいるパターンになってるし、斜めはジャンプで、横は横に歩いてる3パターンを送っていますよね。こういう自由度の高いというのは違うな、むしろ自由度は低いんですけれども、なんか簡単にこういうものが制御できるというところにファミリーベーシックの凄さを感じられるわけです。ただしこのムーブ命令というのは手軽な反面とっても使いにくかったです。8方向だけしか設定できなかったりとか、あるいは、それぞれのキーの移動みたいなものもなかなかすぐに拾ってくれなかったりとかですね。はい、というわけでムーブ命令よりは実践的に使える、スプライト命令を使ってちょっとプログラムを組んでみました。まあコマンドを忘れてる上で当時のコマンドを思い出しながら一生懸命作ったので、非常に雑なところがあるところはご容赦ください。これ実行するとこんな感じになります。これファミコンのコントローラーで操作できるんですけどね、しかも完成力がちょっとついてたりして、こういう、滑らかに動くファミコンのオブジェクトを非常に簡単にファミコンのコントローラーで操作をできるということのなんと素晴らしいことか。これ実際に普通のパソコンを、プログラムして遊ぶ際は当時はまあカクカクした動きしかできなかったわけですよね。だけれどもこれだけ速いスプライトが自由に動かせるというのはとても良かったと思います。私自身もこれによって例えば今やってる感性力とか、そういうようなものがどのように、手触りに影響を及ぼすのかということをいろいろこれで学ぶことができました。それによって、最初の星のカービィの開発に役立てたりとかそういうこともできましたし、非常にいろいろなものを学べたと思います。背景は別のツールを使って描くことができます。といってもやっぱりファミコンですからね、やや地味な取り回しになるんですが、マリオブラザーズの床ですかね、こういったものが、パレットを変えて選んでおくという感じ。この辺はマリオブラザーズのアセットみたいですね。こんな感じでキャラクターをいろいろ、山とかありますけど、この白いのこのままだと意味が分かんないと思うんですけど、パレットを変えたらこれはドンキーコングジュニアっぽい足場になりますけど、こんな感じかな、というところで、ファミコンにはちょっとアトリビュートという問題がありまして、そうですね、例えばこれインクツボかな、何のインクツボだろう、こうしてこうしてこうすると、下のところがなんか凍結みたいな色合いになっちゃいましたよね。パレットっていうのが 16×16 の、一通りで色が変わるというようなことになっているため、このインクの部分が下の方が色が変わってしまうと、もしも、色を変えずにパレットをちゃんと正しく配置をしたいのであれば、これ1個上にずらす必要があったりします。やっぱり面白いな。ついでに、ファミリーベーシックがすごいところ、
これですね、カセットのこの裏のところに単三電池が2つ入れられます。つまりバッテリーバックアップ。すいません、これ一人でこれ撮ってるので、ズームができません。別の写真でお見せするとこれ、これによりプログラムをそっくり記憶できます。ただし電池をものすごく食うし挙動が不安定な印象もありました。まあ仕方がないですけど、ここに、スライドスイッチがあって、これで電池による給電を可能にするか否かという切り替えができるようになってます。まあ、あの記録にはデータレコーダー、つまりカセットテープを使うことが主流でしたけどね。調べたところ、初めてバッテリーバックアップを採用したゲームソフトというのは1986年の2月、スーパーカセットビジョン版のドラゴンスレイヤーとされていたようですが、少なくともそれより前ですね。1980年代パソコンを手に入れることによってゲーム業界入りを目指した人は多かったと思います。しかし、中学生の私には高値の花でした。セットで40万円ぐらいしましたしね。がゲームパソコンをファミコンでできてしまうファミリーベーシックが登場すると、半年分の小遣いを貯めて買いましたけどね。もし私がファミリーベーシックに触れていなければ、当然私がゲームを作れると感じることもなく、この業界にも入っておらず、するとカービィもスマブラも生まれていなかったということになる。世の中何がきっかけになるか分かりませんが、まずはゲームを作ってみることが大事だと思いますよね。この番組も未来のゲームクリエイターが増えるきっかけになればいいなと思っています。